えー、北朝鮮のミサイルと核攻撃の話で,です、ね、突然です、ねえー、電磁パルス攻撃とかいう聞き慣れないものが出てきたわけですね。この聞き慣れないと言うんですけどもそのいわゆる、あれですねあの戦争自体の情報を混乱させるということとかです、ね、それから非常に電子機器が進んだものですからそれを破壊するというようなことは、まあ、ありえますよね。 えー、まあもちろんその情報を混乱させるっていうのは、えー、コンピューターのウイルスみたいなやつをガンガン飛ばしてそれで敵の命令系統とか通信とかを妨害すると、まあ、これはまあよくサイバー攻撃といってですね、えー、つまりこのサイバー攻撃っていうのも近代現代でならではですよね昔だったら電話かなんかして「おいどうしてくれ」とかもっと昔だったら「のろしをあげる」とか大声で。 行くぞとかやって AAO とかやってるわけですからサイバー攻撃効かないわけですけどだん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 通信手段が複雑になって真空管で一つ一つ音を連絡しているぐらいの時はまだ良かったんですけど今はコンピューター使ってやってますからねだからもう非常にプログラムも複雑でまあサイバー攻撃っていうかまあちょっと名前柄なんですが命令系統を混乱させることはいくらでもできますよねだって我々だってパソコンがと突然止まったり スマホの調子が悪くなったりするわけですからそれを外から故意にやればですねそれはもう命令することもできないんで飛行機も止めないとまあいうふうになるわけですねでそういったサイバー攻撃のようなものっはどっちかって言ったらソフト攻撃ですサイバー攻撃とかってややこしいからですね電子情報ソフト攻撃情報をソフトで攻撃するつまりこうプログラムっていうんですかね命令とかそういうものをこうやっつけるっていうのが サイバー攻撃これが一つですねもう一つはハード攻撃つまりまあコンピューターの性能がいいとかこうスマホなんかですねこんなに小さいのに駅に行ってピュッとやるとですねどこでもピュッと改札通れるとかもっといろんな機能が山ほどありますねどうしてこんなことができるのっていうのは非常に簡単に言えばあち線が細いからなんですよ。あの線っていうかですね、まあ、線も細いんですけどもトランジスターみたいなものが山ほど入ってるわけですね。 それはその、例えばある電圧になったらピューと電子が通って、ある電圧から下がったら電子が止まるとか、あんとか、そういう、えー、電子の流れを止めたり入れたりする、ものすごく細かいスイッチ。もうスイッチって言ってもですね、もう分子的なスイッチぐらい、そう言ってもいいぐらいちっちゃなんですね、まあ、分子のレベルではないんですけども、まあ、日常生活ではもちろん全然目に見えないスイッチが山ほどあるんですよ。このスイッチでこう入れ,れ、入り切りしてですね、 情報を送ってるわけですねそうするとそのスイッチの例えば接点カチンカチンとやる接点がですねものすごく狭かったりするわけですねそこのところにですね宇宙船が入ってきたり放射線が入ってきたりそれからなんかいろんなそういう光の強いものが入ってきたりレーザー光が入ってきたり温度が上がったり部分的にですよそういうことがちょっとでもあるとそのスイッチのオンオフが 切るとか入れるとか狂狂っっちゃううんですよもう狂ったら、ね、わかんなくなっちゃうですねだこれはハード攻撃なんですよ。でそういうのはいつ起こるかって言ったらそれはあの今日の放送虎ノ門の放送の時も質問があったんですが太陽風ですね。太陽の時期の乱れこれはどうして起こるかって言ったら太陽っていうのは薪を炊いてるようなもんなんですよ。この囲炉りで薪を炊いてる状態と似てるんですね。そうすると薪の組み合わせがうまくいって炎がバーッと上がる時もあれば。 それからなんか薪がこう燃え尽きて、次の薪が乗せられるまでブスブスとくすぶってるような状態、こういうことが起こるわけですね。で、太陽も核融合っていう、まあ、まあ、いわば燃料が供給されて、太陽の中で。やがて太陽もなくなっちゃうんですよ。80億年ぐらい経つと全部燃料を燃え尽くして、なくなっちゃうんで、永久的に燃えてるわけじゃないんですね。今誕生してから45億年ぐらい燃えてて、あと80億年ぐらい燃えて燃料が全部尽きて、 えー、もう静かになっちゃうわけですね。その時にこうバーッと燃えるところは時々できるわけですよ。それはもう薪で暖炉なんか焚えたり焚き火したい人はよく知ってますよね。それがいわばフレアであり黒点であり、それからそのそこからですね非常に強い電磁波が出たりいろんなものがバーッと出るんですよ。それはそうですね。だってあの薪を焚いてバーッと燃えたら火も出るし火っていうのはまあ言ってみれば、えー、超超波の 電磁波とも言えるんですけどねあた暖かい赤外線も出るしそれからまあ煙も出ますよね火の粉も降りますねだからそういうことが起こるわけですそれがザーッとこう来ますねで太陽は光でも8分15秒かかるんで、まあ、そういうものが地球に到達するのは、まあ、大きいものはちょっと遅くなるしそれで地球の外あの外側にあるものがみんな吹き飛ばされたりするわけですよ。その一部が地球に入ってくるし いろんなことがあって磁気嵐、まあ、通信がうまくいかなくなっていろんなことが起こる、まあ、それと同じことが例えば原爆を爆発させるともう宇宙空間で原爆が爆発するとですねもう放射線はひどくいく放射線の元になる放射能物質のちっちゃいやつが山ほど散るんですよねそれがダーッと分解しながらもうあらゆる機体を蹴飛ばしたりなんかするもんですからそこで まあ、コンプトン効果とかいろんな物理的な現象が起きてですねそこから電磁波の強いやつがバーって出たりするんですよそういう全部の組み合わせが今度はコンピューターに到達したり通信に到達したりスマホに到達したりすると、まあ、簡単に言えばそこに小さな穴を開けるようなもんなんですよブカーンと穴を開けるそうするとスイッチがダーッと壊れるとこういうことが起こるわけですねで強くてひどい時は使い物にならなくなる だけど普通はですね電源さえ切っとけばまあちょっと損傷するけども平気とつまり通信してる途中にそういうのが来るとダメになるっていうのが弱い場合でそれから機械自体が壊れちゃうぐらい大量のものがバーンと来るっていう場合とそれはあの核爆弾の規模とか、まあ、そういうもので決まるけどもまあ私はですね通常は回復できると思いますね。ただ、えー、例えば飛飛行機が飛んでて で一時的に手動スイッチに変えて電動を止めて嵐が行き過ぎたらまた自動に変えるってことができれば多分被害はほとんどないと。だけどだからまだぐらだからまあ一般的にはですね要するに電磁パルス攻撃っていうのはどういうものかっていうのをまとめますと、まあ、太陽のから来るものもそうだし宇宙船もそうだし。 それれからあ,のあれそうですね最近のことで2011年の福島の原発事故でロボットを中に入れられないんですよつまり放射線が高いでしょだからロボットも回路でできてるから人間みたいなもんなんですよ言ってみればだからそれもやられちゃうとこういったまあ電磁波とかですねその他まあ光もまあ電磁波なんですけど、えー、まあ一般的にいろいろ細かいものですねエネルギーを持った細かいものがこうスマホみたいなものを通過することによってプログラムは ソフトですからまあいいんですけど結合部分とかスイッチとかそういうのをやられるとこれがあの今言ってる電磁パラス攻撃というもんですねですからまあ進歩してきたら例えば周りを鉄の箱で囲んで、まあ、シールドっていうんですけどそれであんまりそういうのが入らないようにするとかそれから寸前にスイッチを切ってやり過ごしてからスイッチを入れ直すとかいろいろ防御系っていうのはまあ,あるとは思うんですね。それからももとと真空管みたいな えー、そういうものに強い、少し性能の悪いものに変えておくとかですね。<laughs> まあそういったことは、まあ、あろうかと思います。まあ電磁パルス攻撃っていうのは突然出てきたので、えー、皆さんもこれ何かなと思ったと思って今日はと急に解説しました。しかしですね、私虎ノ門ニュースでも言ったんですけども、もしもですよ、核爆弾で人が焼け死ぬということに比べればですね、えー、サイバー攻撃とか、 電磁パルス攻撃で戦争が行われるようになったらいいですね。だって人の命に関係ないんだから。えっ、ー、と、ある解説で電磁パルス攻撃って非常に恐ろしいって書いてあるのを読んでたらですね、笑っちゃったんですけど、帰宅困難になるって言うんですよ。家に、えー、スマホで連絡できないって言うんですね。いや、そんなのまあいいじゃないかと。いやいや、もちろんいけないですよ。いけないけど、戦争でね、核爆弾が落ちてきて、 それで死んじゃうことに比べればですね次の今度の戦争は帰宅困難になることがあるって言うんだったらまあまあいいじゃないですかねだからサイバー攻撃とかそれからその電磁パルス攻撃が非常に技術が上がってきて戦争すると爆弾も落とすことができないぐらい軍隊が混乱に陥ると一般生活も混乱に陥るって言うんであれば人の命はほとんど関係ないけど戦争ができなくなるって言うんであれば むしろサイバー攻撃とか電磁パルス攻撃っていうのは平和を保つ一つの戦争防止技術とも言えないこともないと。一応解説をこれで終わりにいたします。